は茨城未来研究所。茨城の未来を調査しているんだよ。茨城では新しい茨城づくりに向けていろんなチャレンジを始めてるんだって。どんなチャレンジをしているのかな。4つのチャレンジがあるんだね。よし、まずはここから見てみよう。新たな視点で生産から販売までクリエイティブな発想で魅力的な農業をこの茨城で目指します。子育て中の女性に限らず誰もが気兼ねなく働ける職場環境をこれからも追求していきます。茨城の素敵な人や面白いことが集まる場所にしたいです。あらゆる挑戦を応援し続ける場でありたいと思っています。すごいな、新しい産業や働き方が生まれていくんだね。茨城の医療に貢献します。茨城のみんなの健康を守っていきます。子どもやお年寄りが安心して暮らせる希望あるまちづくりを目指します。いろんなチャレンジがみんなの安心を作ってるんだ。郷土茨城を愛し、グローバル社会で活躍できる人材、茨城を支える人材を作っていきます。子どもたちがどんどんチャレンジできる、そういった選手を育てます。チャレンジしよう。元気だね。みんなが茨城の未来を作っていくんだね。創業330年の木桶仕込みの生醤油を世界60カ国に売り込みたいと思います。茨城にたくさんある美味しいものや絶景を多くの人に知ってもらいたいです。そして日本中、世界中から注目されるような茨城を目指します。世界に茨城の良さが伝わってたくさんの人が集まるといいね。未来の茨城はどうなっているんだろう。よし、タイムワープしてみよう。わあ、みんなとっても楽しそうだね。きっとみんなが一つになって取り組めば未来はもっと輝くはず。よし、僕たちもチャレンジだ。